ナイス。うん、わかった。キリト君？
忙しかったのでエギルさんのお手伝いをしていました。みんな聞いて驚け！俺はついにやったぜ！これが騒がずにいられますかってんだ！俺はついに念願のあいつを手に入れたんだ！見て驚け！ストレージの、うわあ、あったあった！待ってろよ。今オブジェクト化するからな。おいおい、マジかよ。こいつはフライングバッファローを英語に食う S 級食材じゃねえか。もっと褒めてくれ。なになに、 S 級食材って何の話？あ、もしかしてこのお肉が？間違いないみたいに。うっそー、そう言われてみるとなんだか美味しそうに見えてきた。すごく大きいね。何人分くらいあるんだろう。そんなに？フライングバッファローがレアモンスターである上に、英語肉のドロップ率はレア中のレアです。もしかしたらアインクラッド全体でのファーストドロップかもしれません。マジかよ。つうことは本邦初公開ってやつか。俺にもいよいよ運が向いてきたってところだな。いや、運だけじゃねえな。素早く逃げ回るこいつを倒したこの俺の実力も相当なもんってことだよな。いや、空を飛び回るこいつを倒すことがどれだけ難しかったか。ま、コツをつかんだ俺にとっては今やそんなに難しいことでもないんだがな。まずこいつの出現ポイントを見極めてだな。身を潜められる場所を探すんだ。そして奴に見つからないようにじーっと待つ。もちろんそう簡単に奴が姿を現してくれるはずもねえ。そんなことよりこのお肉おいしいのかしら。そんなことってそりゃあんまりだぜ。しのまあいいか。んじゃ、噂じゃ絶品って話ね。うん、ということでさ、クライン、このお肉。うん、もちろんだ。ただまあさすがに売るつもりがないなら料理方法を考えた方がいいぞ。ね、せっかくの S 級食材なんですから美味しく食べたいですよね。この店でみんなに振る舞うってんなら場所は貸すぜ。あとはそこにいるシェフ次第だ。みんなで食べるならもちろん手伝うわよ。よし、決めた。ケチくさいこと言わないで残さず全部食っちまおう。そうと決まれば手分けして準備に取り掛かりましょうか。
からじゃないと。材料は店にあるもので足りるだろう。肉が立派だからな、添え物程度で十分なはずだって。まあしまったな。どうしたの？何か足りないものがあるなら買ってくるわよ。すまない。じゃあちょっと行ってきてもらえるか。肉料理に合ううまいドリンクがあるんだ。場所はだな。私も一緒に行っていいかな。なんかお手伝いくらいしておきたいし。じゃあ二人で行こうか。うん。でしたら私とシノンさんはテーブルメイクをし、そうね。ただ食べさせてもらうだけっていうのも良くないわね。キリトはクラインの相手をしてやれ。このでかい獲物を持ってきた今日の主役様だからな。おお、そうだよ。なかなか苦労したんだぜ。何時間も現れるのをじっと待っててよ。おい、キリト、聞いてるのか？それであいつが出てきた時に素早く飛び出てバーン。いえ、今思い出しても会心だったな。その時ばかりは霧の字にも負けてなかったと思うぜ。そこで俺はすかさず奴の背中に飛び乗った。そうして手にした剣で奴の首をガッとな。振り落とされる可能性もあったが、ここで逃げたら男じゃねえって必死で捕まって、ばいい？そこの小さなテーブルでいい？ああ、それでいい。こっちもちょうど料理が一通りで。ここからがまたも、まあな。どれどれ。おお、どいつもこいつもすごくうまそうだ。さすが俺の英語肉。まずは何よりステーキでしょう。それとシチューも用意してみたわ。あとはローストビーフにたたきだな。せっかくだから肉の味を堪能できるメニューを頼んだんだ。元のお肉の量がすごかったもの。でも人数も多いからお腹いっぱいにはならないかも。すげえ豪華だな。さすが英語肉。はいはい、もう二度と食べられないかもしれない高級食材だものね。ありがたくいただきます。あー、でもクラインは相手を狩るコツをつかんだから、またいつでも手に入れられるんだっけ。ならこのお肉をまた食べる機会があるっていうの？羨ましい限りね。まあな。
でもおめえらは次いつ食えるかわからねえだろ。今日のうちに腹いっぱい食っとけよ。俺様はまたいつでも食えるから、今日はお前らが腹いっぱい食えって。どうともよ、いいに決まってるだろ。男に二言はね。ただお前らが腹いっぱいになってもう食えねえって言うなら、その時は俺も食わせてもらう。一口ずつ食べるとかダメかな。その方がみんなが楽しめるかもしれないわね。ねえクライン、それでもいいかな。好きにしてもらって構わないぜ。どうせならバイキング形式にしちまえ。やった、それじゃあ。私のお気に入りです。私はやっぱりステーキよね。いかにもお肉って感じの味がしてたまらないわ。私はこの肉のたたきが好みね。タレがまたいい味出してる。そいつとローストビーフのタレにはこの肉から出た肉汁を使ったみたいだぜ。たたきもいいけど、私はローストビーフかな。気が合うじゃねえか。俺もローストビーフだな。肉の味がよく。どれも美味しいですけど、私はお肉のたたきに一票です。うん、どれも美味しいっていうのは私。ただ今回のメニューの中ならシチューが一番かな。お野菜と合わせるとまた美味しくて。私もシチューが一番美味しいと思う。くそ、唾が止まらね。今回はお前らに腹いっぱい食わせてやるって決めたんだよ。だから腹いっぱい食え。そこまで言うからにはこっちも遠慮しないけど、本当にいいの？おう、遠慮なんて無用だぜ。お肉はいいわ。というかこの味を覚えてる間は他のお肉なんて食べられそうにないわね。ごちそうさまでした。人数多かったからみんなお腹いっぱい食べられるか心配だったけど大丈夫だったみたいだね。だそうだから、くらい残ってるものを早く食べちゃった。残ってるものっておめえらよ、あんだけあった料理ステーキが一切れだけか。まあよかったじゃねえか。この肉を味わうならそいつに限るぜ。慰めにもなりゃしねえよ。じゃあ俺が食ってもいいか。
に決まってんだろう。たく、しっかり味わわないとな。それじゃ、いただきまー。食べるのに夢中でピナの分忘れちゃってた。ごめんね、ピナも食べたかったよ。おい、やめろ。そんな切なそうな目で俺ってシリカまで残ったのこの一切れだけなんだぞ。俺が取ってきた S 級食材なのに。でもまた取れるんでしょ。コツを掴んだとか言ってたじゃない、うん、ああ取れるさ、取ってやろうじゃねえか。だからこの肉はくれてやるよ。クラインさん、ありがとうご。ちょっとクライン、かっこよすぎ。キリトと出会う前だったら好きになってるかも。ねえクライン、手に入ったらいつでも声をかけてね。とびっきりのフルコースをご馳走しちゃうから。あ、その時はよろしく頼むわ。での食べ物は脂肪にはならないというわけ。それでいくら食べても太らないと。ダイエットにはもってこいだよね。
べ物も大事な話の一つだよ。この世界の数少ない楽しみの一つなんでしょ。食べ物の種類は少し不足気味だけど、それでも美味しい食べ物はいっぱいあるわ。料理スキルを上げてる人に食材を渡してオリジナルの料理を作ってもらうのもいいですよね。NPC の店で売ってない味は貴重ですもん。料理なら私に任せてね。どんな食材でも美味しく調理してあげる。それはちょっと楽しみかも。でも下の層にも行ければもっといろんな食材とか集まるんだけどね。そうなんですか。どうせこの世界に来たんだったら下の方もどんなところなのか知りたかったな。上の層にも美味しい食べ物はきっとたくさん。ちょっと待って、私が食べ物だけを楽しみにしてるみたいに聞こえる。違います。でも下の層か、いいところもいっぱいあったわよね。キリトさんと行った47層は花がいっぱいでとても綺麗でした。全面湖の層とか。それって61層のセルムブルグのことだね。私の家があったところだよ。あそこは楽しめそうな場所なんかないんじゃない？ちょっと治安が悪そうだし。でも治安が悪いって言っても街の中は安全だって言ってなかった。街の中はアンチクリミナルコード有効圏内、通称圏内って言って、他のプレイヤーを傷つけたりはシステム的に不可能なんだけど、それでも抜け道があったりするの。例えば寝ている人の手を操ってアイテムを勝手にトレードしちゃったりだとか。もっとひどい話だと勝手に完全決着デュエルを申し込んで寝ている相手を殺すなんてこともできるの。なるほどね。人間がやることなんてどこも同じってことね。まあそんなことするのは一部の人間だけよ。もちろん用心はしないといけないけど、ずっと気を張り詰めていてもめいっちゃうだけだしね。これから先にも楽しいことなんかがたっぷりあるわよ。そうですね。楽しめるところは楽しんでいきましょう。まずは料理かしらね。いいわよ。この世界のいいところを存分に味わわせてあげるわ。
し。Dang.
一緒に行くよ。レベルアップだ。どうしたの？どうかな？
に。どうしたの？どうしたの？ありがとう。どうしたの？それじゃ。よう。あれ？